コーナーキック、これで6本目。北朝鮮、朝鮮民主人民共和国、押し気味に進めています。7番のハン・ヒョンイル、またボール、あーヘディングいった、ヘディングいきました。北朝鮮、日本1点を失いました。やっぱり4番のキム・プンイル、立ち上がりからその左へずっと流れてきて、ほとんどヘディング食ってましたからね、はい、北朝鮮が前半の36分、キム・プンイルのヘディングシュートで1点の先行。嵐のような歓声が沸き起こります。まあ、今ね、山本さんが嵐のようなっていう言葉を使いましたね、はい、北朝鮮のチームっていうのはね、同じ攻め方なんですけど、本当にしつこくしつこくやってきますよね、はい、で先ほどからとにかくこの右サイドからですね、左へ同じようなボールが次から次を振り込まれてくる、はい、嵐のようなね、で最後にこうですね、前半もうちょっと、2点目、早かった北朝鮮、2対0と北朝鮮がリード。一瞬の隙だったですね。早かったですね。今のは左右サイドからハイボールが上がって、そして落ちてきた、そこを走り込んできた選手から第2列の選手にいいパスが出て、そのまま森下がよく飛び出したんですがね、いや北朝鮮が後半の終了近くになって、後半押し詰まって